2年連続ベストナイン、さらにゴールデングラブ賞を受賞したドラゴンズの岡林勇希選手、今日契約更改に臨みました。まずサインはされましたか？はい、しました。 80% ちょっと上がりましたね、はい。年俸4000万円から3300万円アップの7300万円でサインしました。プロ4年目の今シーズンは自身初の全試合フルイニング出場を達成。トップバッターとして今やチームに欠かせない存在の岡林選手、2年連続最下位からの巻き返しを誓います。最下位っていうのは本当に屈辱的な順位なので、まずは順位を上げられるように、自分が塁に出れば得点にもつながる確率も上がってくると思うので、チーム一丸となって優勝に向かっていきたいなと思います。